やっぱりレクサスといえば、まあ、日本を代表する、まあ、世界に向けてのブランドなので、まあ、レクサスを通じてなんか日本の元気なところを表現できるチャンスだなと思って、まあ、ぜひやらせてほしいなということを思ったのが最初の気持ちですね。一言で言うとファッションの街だと思うんですね。で非常にこう、まあ、ファッションをはじめそのライフスタイルにこだわりを持った人が多い街なんで、そこでレクサスのスペースができるというのはある意味すごく勝負といいますか、みんな厳しい目で見てくるんだろうなと思ったの で逆にそういう人がここに集まってくれればすごくいい空間になるんじゃないかなという気持ちもしました。僕の中で仮説を立てたんですね。でそのレクサスさんプレゼンツってことじゃなくてね、むしろそのレクサスオーナーが集まって作ってしまったそのクラブハウスみたいなことを思いました。そこでいろんなコミュニケーションが生まれたりとか、もちろんそこで仕事をしている人がいたりとか、休みに来る人がいたりとか、そういうなんかいろんなそのテンションというかそういうものを受け止められる場所で、それぞれ その深さによってこの空間の使い方が変わってくるような非常にこう幅を持った、まあ、イギリスでいうとジェントルマンズクラブみたいなそういう存在になればいいなと思いました。レクサスさんが大事にされている、まあ、匠というその、まあ、日本独特のですね、こだわりというかそういうものを僕は空間に置き換えたいなと思いました。で単純にその中日本的ということではなくて、もう世界に対して日本が誇れるものですね。でそういうアイデンティティが空間に出てくるべきだと思いまして、それで例えばフロントの、こうパターンをちょっと入れた一見ウッドに見えるんですが、でそれはやっぱりレクサスさんの車で使われているバンブーに対して、まあ、すごく影響を受けてそれを使わせていただいたりとか、さまざまなところにそういう匠の技をですね、僕なりに、再編集させていただいて出させていただいてます。まあ、世界に通じる日本としての面白さ素晴らしさそういうものが、出てくるべきだと思ってます。でこれからもちろん世界展開をされていくプロジェクトなんですが、さらに国際的な場所で出ていった時にそういう部分というのがある意味で強さを持ってくるというようなことを信じております。もちろん僕自身が行きたい場所にしたいという思いがありますけど、こうサードプレイスみたいな場所であるべきだと思ってまして、まあ、家があったり職場があったりその間になんか時間ができたらちょっと寄ってしまったりとか、まあ、いろんな意味でそのもう一つの自分の居場所ということになればすごくそのいいかな。でそこに何気なくというかレクサスが寄り添っているというかそういう存在になれればいいなというふうに思いました。この空間っていうのはあくまでもその場所の設定でしかないと僕は思ってるんですね。でもちろん空間的には全てのところにこだわって作ったので、まあ、右を向いていただいても左を向いていただいても上を向いていただいてもいろんな仕掛けがありますので、それはぜひ行っていただいて見ていただきたいんですが、それより何よりここから始まっていくいろんなイベントだったりとか、ここから始まっていく例えばレクチャーのなんか会であったりとか、本当毎週毎週何が行われるかわからないようなそういうなんかハプニングに満ちた場所になるはずなので、僕もそれを楽しみにしているというのが正直なところです。